皆さんこんにちは、こんばんは。仮想通貨インフォメーションの二の前と申します。皆さんに仮想通貨だけでなく投資関係全般の最も稼げる旬な情報を分かりやすくご案内したくて YouTube をやっております。12月に入って仮想通貨業界は活発になってきております。新種のねコロナ株が発見されるのをね引き金になって、まあ仮想通貨全体としてはね落ち込みましたが、まあ、少しね今現状としては復調の兆しを見せております。まあ、そんな中ですね、メタバース関連は関係なくね価値を高めていっております。 IOST もね価格こそね足踏みした状態が現状ね続いていますが、まあ、着々とねメタバースへの領域に足をね踏み入れております。でその一環としてですね、今回 IOST から新しくねトークンのねローンチがあるということで、今回ねローンチに先立ってご紹介していこうと思います。私の動画では、まあ、こういったね、爆上げするであろうアルトコインの情報やね、メタバースの最新情報など有益なね、情報を発信しております。この動画が良かったと思ったらね、チャンネル登録とあとね、グッドボタンの方、ポチッと押していただけるととても励みになります。そして私は YouTube だけでなく、公式 LINE のね、運営の方もしております。そちらの方ではね、より鮮度の高い情報をお届けしております。少ない資産から例えばですね、10万円からであっても多く狙っていけるような情報をね、私の方で厳選して動画に出していない、まだ格安で購入できるアルトコイン情報や、エアドロップ情報など爆益につながる配信ね、していこうと思っております。そして11月いっぱいで NFT エアドロップの情報をね、プレゼントを実施したんですけれども、たくさんのね、ご応募ありがとうございました。今後もねプレゼント企画など有益な情報をね共有していきたいと思っておりますので、まだね友達登録されていない方はねぜひ登録の方お願いいたします。はい、でこちら記事のね一番上トップ画面になるんですけれども、なかなか激しいですよね。 IOST はね、まあ、日本では人気あるんですけど、まあ、海外ではねそこまで知名度まだ高くありません。まあ、そういった形でですね、まあ、日本人を標的というよりは相撲と仮想通貨関連付けてですね、海外のね投資家たちに注目を浴びてもらおうという形だと思います。日本人からするとですね少しまあ違和感のある形になると思うんですけれども、それではですね記事の方を見ていきたいと思います。はい、でこちらですね記事日本語訳しているんですけど、まあ、ちょっとね日本語訳だけだとわからないことあるんで、まあ、なるべくですねわかりやすくご説明できればと思ってます。まあ、記事にある通りまだまだですね詳細としての発表ではないんですが、まあ、12月からのね大まかなホワイトリスト的なね説明になっていきます。でこのプロジェクトねテレグラムとツイッターのリンクありますので、概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらねそちらの方飛んでみてください。はい、で名前としてはですね横綱ファイナンスになります。そしてですね、このプロジェクトで発行するトークン名が、ズナトークンとなります。でこの記事なんですけど、いまいちちょっとわからないんですが、この部分ちょっとわかりにくいんですけど、多分ですねデフレトークンとして 20% 放出してですね、まあ、価値をね保っていきますよっていうことだと思います。で、こちらが 80% のズナはシングルトークンと LP ボールドにかけることで獲得できます。こちらねステーキングに関してだと思います。ステーキングの報酬として 80% ね獲得できるようになるようです。ユーザーズナを使用して NFT を購入し、ユーザーが新しいレベルに到達してズナの収益力を高めることができます。はい、でこちらがですね横綱ファイナンスは最終的に横綱ファイナンスの資格のある参加者によって所有及び管理される DAO ファンドを特徴とします。 DAO なので中央集権的な意思決定ではなくてですね、トークンホルダーとそのコミュニティでね方向性を決めていく形になるようですね。包括的なマーケティング計画には AMA、ソーシャルメディアマーケティング、プロモーション、景品などが含まれます。でその下がですね、横綱ファイナンスは注目すべき諮問委員会を組織し、長年の IOST プロジェクトに IOST エコシステムの参加者の支援を受けています。そして一番下、横綱ファイナンスの創設者と諮問委員会のメンバーはプロジェクトへのコミットメントを保証する権利確定スケジュールでトークンの大部分をロックしています。はい、そしてですねウォームアップとして IOST を、ね、かけてズナを獲得するとのことで、まあ、12月の初旬ということなんで、まあ、今週中か、まあ、来週には、ね、発表があると思います。そしてフェーズ1としてですね、こちらの実施がですね12月の中旬予定となっております。
トークン生成イベントに続いて IOST タームロックボールドの、IOST 保有者は的確な IOST タームロックプールに保持されている IOST の IOST リワードとズナトークンを獲得します。さらにユーザーは横綱ファイナンスによって導入された流動性プールでズナをペアリングしズナトークンを獲得することができます。追加の流動性プールはオンラインになると発表されますとのことで、このフェーズ1では、まあ、おそらく IOST に、ね、ステーキングすることで IOST とズナトークンを、ね、ダブルで報酬として得られるというふうな形だと思います。そしてフェーズ2ですね、まあ、時期として Q2 2022となっておりますので来年の第2四半期からの予定になりますね。横綱ファイナンスは横綱やグランドチャンピオンになりたい若い力士をユーザーが案内できるゲーム化 NFT システムを導入します。ユーザーは NFT を獲得、交換、獲得、これ獲得ではないと思いますね。追加の APR やその他の特典を獲得できます。取引は資格のある横綱ファイナンスの参加者が所有及び管理する DAO ファンドの構築に役立ちます。そして最後に最新の、ね、情報については横綱ファイナンスの公式ソーシャルメディアチャンネルをフォローしてください、とのことでね、概要欄の方に貼っておきますね。まあ、記事の方以上となるんですけど、まあ、相撲というねワードを用いてね海外の投資家たちのね目を引いていっていければと思います。メタバースの世界と今回のね DeFi をね結びつけるプロジェクトになりますので、 IOST の壮大な計画の一区画になるんだと思います。なのでメタバース空間の中に両国国技館をね作った感じになるんではないかなと思っております。まあ、こういったようにですね IOST はね着々とメタバースに力を入れていってるのがわかる記事でした。なんといってもね、これを関連して、まあ、価格の上昇にね、結びついていってほしいですね。さらにね、発表の方あるかと思いますので、その時ね、またご紹介していきたいと思います。はい、はい、いかがだったでしょうか。今ね、仮想通貨、NFT 関連の、まあ、こういったね、美味しい情報や、まあ、お金になる情報がね、いろんなところに落ちております。ただですね、ガセ情報であったり、まあ、詐欺のような情報もね、紛れているのも確かです。まあ、そういったことに引っかからないように、常にアンテナを張り巡らせておかないと、思わぬところでですね、足をすくわれたり、してしまいます。よかったらですね、概要欄に、私の公式 LINE、貼ってありますので、ぜひね、登録をお願いいたします。まあ、そういったね危険な情報であったりとかもお届けしようと思っております。そしてですね、近々爆益につながるエアドロップの、情報が一目でわかるまとめたサイトをねプレゼントさせていただく準備も今しております。少々お待ちください。少しでも皆さんが、自分や、大切な人にね時間とお金をね使っていけるように、豊かな人生を送れるようにね、お手伝いできたらなと思っております。あとですね、グッドボタンの方を押していただけるととても励みになります。チャンネル登録も忘れずにお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。